皆さんこんばんは。タレ目がチャームポイントのともみちゃんこと笠井ともみです。はい、まずは和太鼓のバチです。ですね、なんでバチかと言いますと、ともは和太鼓部に中1の頃から入っていまして、ずっと部活動で続けていたんですけれども、これは和太鼓部に入っていたということで発表会に来たハッピーなんですけれども、かっこいいですよね。はい、これを着ているだけで太鼓が叩けるという風に見えるので、どうはすごく気に入っているんですけれども、ハッピーには帯がありまして、その帯をトモは初めての時に全然自分でつけれなくて先輩につけてもらったんですよ。で、次の時には自分でできるようになろうと思ってチャレンジしてみたんですけれども、すごくぐちゃぐちゃになってしまって、結局先輩にやってもらいました。はい、これはですね、ファンの方からいただいたお花をドライフラワーにしたものです。そして出来上がったやつは全部こうやって綺麗に包んでお部屋に飾るんですけれども、色はちょっと茶色っぽくなるんですけども、それもそれで芸術品のようで、すごく可愛いです。でも匂いはですね、結構長持ちするもので、いちごみたいに甘酸っぱい匂いがするのがトモはすごく好きです。はい、噂のなえちゃんです。かわいい。ちょっと寝起きのなえちゃんを起こしてしまったので不機嫌な顔ですが、いつもはもっとかわいいです。これはトモの洋服なわけはなく、なえちゃんの洋服なんですけれども、買ったはいいんですけど、今はもう実際着れないですね、大きくなりすぎて。はい、そしてですね、注目はこの洋服ではなく、このよいしょ、クローゼットみたいになっているんですけれども、このくまさんの生地はトモが保育園生の頃に使っていたお布団のシーツを使っているんですよ。そして中にあるのは枕です。こうやって思い出の品を使うことで、なあちゃんに受け継いでもらおうという作戦でした。はい、次の着せ替え、なあちゃんはオレンジ色のニットです。はい、クリスマスバージョンなあちゃんです。はい、このちょこんと帽子から出た耳がチャームポイントの笠井なあちゃんです。はい。はい、これはファンの方からいただいたグッズを天井に置いています。ですね、下に置いときますと、なあちゃんがかじってしまうので、トモはちゃんと上に置かないとボロボロに咲いちゃうので、上に置いています。はい、これはですね、 AKB48 シアターのカフェでも売っている目覚まし時計です。ですね、トモ朝寝起きがすっごく悪いんですよ。で、ママに起こされても全然起きないので、ある人に、ある T さんに声を入れてもらいました。はい、この声は一体誰でしょう。皆さんのご想像にお任せします。はい、ですね、よいしょっと。そしてなかなかトムが朝起きないときは、お母さんの強行手段で、このお人形を出されます。名はキャサリンと申します。大丈夫ですか、キャサリンさん。見ての通り首以下なしです。キャサリン様は、とてもお綺麗な方なんですけれども。すごく怖いです。だから朝たまにこれをぶわっと顔の上に置かれると、トモはもう本当にびっくりしながら起きるわけなんですけれども、今でもこのキャサリンさんが一番怖いです。はいはい、これでトモのお家のプライベート撮影を終わりたいと思います。今日の出演は笠井智美と、よいしょ、笠井なあちゃんでした。はい、今日も1分でも2分でも3分でも、これからもずっとずっとずっと応援していてください。よろしくお願いします。バイバイ。